ございます。前回のこの会見から2週間が経っております。今日は日本に沖縄が復帰して38年、明日が5月15日で38年を迎えます。コメントを申し上げます。沖縄県が日本に復帰をいたしまして38年が巡ってまいります。沖縄発展のためあらゆる方面でたゆまぬ努力を重ねておられた県民の皆様に対し心から敬意を表する次第でございます。この間沖縄振興計画に基づく社会資本の整備などの総合的な施策の推進と、そして県民の不断の努力により各方面にわたる本土との格差は縮小され、生活環境も向上するなど社会経済は着実に進展いたしていると思います。しかしながら沖縄県が充実していくためには基地の整理縮小、そして島々離島の振興、全国平均に比べて高い完全失業率の改善、全国平均の 70% にとどまっている県民所得水準の引き上げなどなどの課題が今なお残っております。政府が掲げている地域主権改革の趣旨を踏まえ、地域のことは地域に住む住民が決める、そして活気に満ちた地域社会の構築に努めて、参りたいと考えております。県民全体で描いた沖縄21世紀ビジョンというのがございます。先日1、2ヶ月前にできておりますが、このビジョンの実現に向けまして沖縄の強みが発揮される分野を戦略的に振興推進し、そして安全で安心な生活の確保、離島過疎地域の活性化、基地問題などの課題の解決に全力で取り組んでまいる決意でございます。以上、復帰38周年を迎えた今日の私のコメントで、ございます。はい、じゃあ、各社の方からお願いいたします。私の方からのことは以上と思います。地元管理者の情報室です。よろしくお願いします。毎年ですね、復帰の日を前にですね、知事に対して、沖縄の心とは何かというのを質問させていただいております。去年知事は勉強させてくださいというようなお答えで、そうですね、まあ、1年経つわけなんですけれども、改めて何かそこを言われますか。この沖縄の心とは何かというご質問は実はなかなかこれ難しいというご質問で、去年は確か西銘知事さんのおっしゃったお言葉とか、いろんな先輩の方々が言われた表現を足したものですよという、ことを私申し上げたことがございます。あれからいろいろ考えてまいったんですが、結局はそういうことに尽きるのではないかというふうに復興いたしておりまして、かなり哲学的かつ長い歴史を踏まえた体験に根ざしたこと
葉でもあると思っておりまして、恐縮ですが、心とはと聞かれましたら、先ほど申し上げたいろんな先人がおっしゃった言葉が、その言葉を足してといいますか、沖縄の心をいろんな面から表現しておられることだと思いますので、恐縮ですがその言葉を足していただいたものだというふうに今年も言わせてください。続いてですね、はい、基地問題について伺いました。はい、昨日ですね、鳩山総理が全国自治体の麻生会長にお会いになりまして、沖縄の基地負担軽減をですね、話し合うための自治体の開催を求めました。まあ、この点についていくつか質問したいと思います。まずですね、普天間の基地機能とですね、訓練の分散移転はですね、その自治体で、総理は求める意向だというふうに報道されているわけなんですけれども、それについての知事の考えをで、やっぱり政府のトップがですね、鳩山総理が、知事会47都道府県の知事が入ってまして、日本全国をカバーいたしておりますから、そこで、沖縄県の基地負担の軽減について、政府がリーダーシップを取って各県にお話をしていただくということは大変大国だと私は思っております。それでですね、知事は以前にですね、外交や安全保障は国の専権事項だということでですね、全国知事会の場でですね、沖縄の自治負担軽減を求めるつもりではないかという質問に対してですね、そういうようなお答えをされて、知事会の場でですね、そうした提案をするのはなじまないのではないかというようなお話をこの記者会見の場でされたことがあるんですけれども、今回総理が求めてですね、こういう場を設けることになったわけなんですけれども、その場で知事としても発言をする機会もあったと思うんですけれども、どういったようなことを。今現在、考えておりませんので、これ、いつごろということに大体予定されているか、報道の皆さんの方がニュースが早いので、それまでにちょっとまとめたいと思います。ただ、今ご質問の中で訂正させていただきたいのは、いいですか、私が外交防衛や国の先端であるから、その地域の長、行政の責任者が、くちばしを入れるべきでないというような趣旨の発言を私は一回もやったことがありません。もしそれがあったとすればちょっと教えてください。逆を僕は申し上げているので、外交防衛といえどもよくこれは政府の仕事だという話を提唱にされる部分が多いけれども、宣伝のことを考えても当然です。その知事というのは内政だけやればいいということはおかしいと。しかも沖縄の場合、天満地域、沖縄の基地、現に沖縄にある沖縄の問題でもあるんですよ。外交防衛上の問題というのも当然のこととして知事は発言をし、その解決に向けてですよ、政府と一緒になって、手を出していくべきものだと私は考えているんですが、今おっしゃった前半のことも私はどこでも申し上げたことはないんですが、何か間違いじゃないでしょうか。場合によったら訂正していただければありがたいですが、定例会見の場で、その絶対にそんなことになってくださる。私はむしろそれはそういうふうに言われている部分が世間であるかもしれないけれども、外交防衛といえどもその地域が関係している、その地域の行政の責任者、当然のこととして物もいいでも貸すべきだということです。その解決だというと僕はかねてからいくつか質問でいるんですが、すいません、逆になります。こちらの理解をさせて、失礼しました。どうぞ。で、日程の件なんですけれども、27日、27日ですね、今月の27日で調整中というふうにも伝えられているわけなんですけれども、その前に総理がもう一度沖縄を訪れたいという意向も示されていますが、知事会の前にですね、総理がもし沖縄に訪れて知事にお会いになりたいといった場合にはまず第一に、これも少し考える必要があるとは思うんですが、ただ県下のですね、最も日本で忙しい行政の最高の責任者が、
団体もこういう地域一つの県にお目になるというのはよほどのやっぱり思いがおありだと思いますし、当然お目になりたいとおっしゃれば我々がお断りする理由もないし、それはもうどうぞということだと思うんですけどね。よろしく。はい、県外幹事の日本代表つい今週状況をされた際に、防衛大臣、官房長官とお会いして、その後で、公式なペーパーがうまく示されていないので、なかなか言いようがないというようなことをおっしゃるんですけれども、別な意味で確かにコメントをしづらいんだとは思うんですけれども、そのパッケージですね、その今後示されるとして、その県が、あるいは地域がそれを見る際に、どういうところが何とかというのが違い、その全体として負担が、過去問題に軽減されているならば、現場の機能の一部、あるいはある程度の部分が県内に残るということも、それは全体との見合いという話になるのか、何かその辺の基準があれば教えてください。ある意味で難しいご質問で、私の考え方は、4月25日の県民大会へ出席したときに2点申し上げましたね。一つはやっぱり、1日も早い打ても危険性の準拠だと。で、第2に沖縄の確認が過重の中端の大幅な軽減をするように要求するという、ちょっと強い表現で申し上げました。で、その中でも2、3、そういう一つ一つ申し上げたんですが、危険性の準拠という点で、特に普天間の固定化ダメですよと、これはとても容認できませんよということと、総理のやっぱり公約に沿ってですね、一つ取り組んでいただきたいというか、半分エールを送ったつもりですけどね、まだ5月末まで時間があると、そういうようなこととか、この間5月4日に沖縄にお見えになったときに、ちょっと紙に書いたもので、ご挨拶兼、この要望書というような形で要望ということで申し上げました。大体今のようなこと、プラス、基地負担というものは、面積的なものであったり空間的なものでもあるんですが、一方で騒音とかですね、事件事故とかいろんなものがございます。そういう2、30項目にわたって毎年政府に、改善を要望しているその中身などなども含めていろんな負担がありますが、そういうものにも取り組んで、いただきたいというようなことを5月4日に総理に申し上げました。そういうものが私どもの考え方の基準であって、ただ今現在のちょっとこういうものは厳密なこの数値的な基準があるとは思えないんですが、選挙の時とかそれから昨年の12月頃になってもう一回再編を見直したりですね、検証したいとおっしゃったり、少なくとも県外とおっしゃった選挙は少なくともでしたっけ、なんか別の通りになって、そういうような趣旨のお話とか、そして、当時官房長官がよく言っておられたゼロベースに戻しての話とか、さらにまたいろんな我々誕生すると10とか20近いいろんな候補者が出てきたり出ては消えしですね、そして3月末にある程度基本的な方向を出したいとか、いろんなお話が出てきて、そして、県民大会へ4月25日に催しされたわけですが、要求といいますか、内容の我々の要求の方向でやっぱり整理して、いただく、努力していただくというのが基本だと思うんですよね、まだ。ですからその時に5月4日に総理に出て初めてと言いますか、一部県内に残るかもしらんという、この中身はどういうことかというのを我々が知りたいんですが、まだ実は伺っておりません。ですから、基本的には5月末までに、普天間、再編プラスこの普天間の部分が大きいこういうものを県外にとこう言われた面というのはなおしっかりと取り組んでいただきたいというのが率直な気持ちですよ。ですがその中にはなんか機能の移転というようなものもおそらくあるでしょうし、ハードウェアとか空間の場所と移転するものというのもあるでしょうし、そこはちょっとテクニカルに整理が必要なんですが、やっぱりそこの部分が文字通り
移らないと、1月24日の名護市長選挙の結果、こう言っちゃなんですが、民主党さんは国政与党を中心でした皆さんが今の市長を確か応援された、私は県内やむなしといった市長を応援して全面出てますから、大体見当つくんですが、ご自分で言ってこられたことをですよ、我々が変えたんです。ご自分でずっと言ってこられたことをやっぱり実行されないとね。ただこの間お目にかかった時に、いや一部残るかもしれないとおっしゃったから、ちょっと修正が入るのかなと思ってはいますけれども、今なお私はご自分が、我々がお願いしていったわけじゃなくて、選挙の時から言ってこられたことに向かって、やっぱり毅然とした態度で取り組んでいただきたいというのが率直な気持ちです。ですからこの基準は何かと言われても、この間申し上げた4月25日に申し上げたこととか、この間問題になった時に私が案内を申し上げた、ああいうことです。天満の問題を関連しますけれども、あさって日曜日に中部の区長さんらも参加して、いわゆる人間の鎖で天満市を包囲するという報道がございますけれども、知事はこれを対してどのようにご覧になっていらっしゃるか、あるいはその包囲行動というのが区長さんらも参加して行われるということが、移設の問題に与える影響というのをどのようにご覧になっていらっしゃいますか。私自身はそんなによく考えたことがないんで、今のご質問にちょっとコメントする準備ができておりません。ですからいろんな方がいろんな思いといろんな信念、いろんな心情でもってデモンストレーションされるということは許されていることですから、そこはそれぞれのお考えでもってお役になる一つの考えの表現だろうというふうにしか申し上げられなくて、すいません。クラスター弾を搭載した、クラスター弾を搭載した軍人がまたもや発見されたんですけど、そういう報道があったんですけれども、県の何度か危機感を示しているかと思うんですが、ですね、こういう時期にそういうことがあったことについて、県のお考えを。11日にその知事は上京して官房長官や大臣らと会談しましたが、その際マスコミ各社にですね、日程を一切明らかにしませんでした。で平野官房長官と会う、前にですね、もうその会うことを、否定してですね、その後会談しているということが分かったんですけれども、その公表しないその理由というのを少し聞かせてください。別に理由は何もないと、ちょっとした行き違いだと思うんですけどね。平野さんのはもともと確か予定入ってるから、会うつもりももとなかったんですが、連絡があって時間があれば会いましょうかということでありましたから、特に意図はありません。
先ほどの外交防衛 の、 あの話なんですけど、その、知事の今おっしゃった話とですね、これまでその、まあ、テーマの問題について知事が繰り返し、あのまあ、記者団私たちに質問するのに対して政府の仕事であるということを繰り返しおっしゃっていたり、あるいはその名護市長選の当日だったと思うんですけれど、校舎であの記者団の取材に対してはその 200% 政府の仕事ですよとおっしゃったり、あの繰り返しそうやっておっしゃってきたことと、先ほどおっしゃった外交防衛についても地方からしっかり話あの口を出していくべきだという趣旨、その整合性というかどういうふうに理解したらいいのか。ああ、まあ、そこの点ですか。先ほどから話すが意味がよく分かりましたよ。まず一つはこの具体的なですね、施設をどこにどう持っていくかどうするかという、こういうもうあの具体的な中身のあるなんていうんですか、そういうものはある時期には防衛施設庁というところはありましたよね。ですからそういう施設の提供とか、こういう具体的なサービスの中身がはっきりしているというのは、これは、まあ、組織防衛施設庁があったように、今は地方局になりますか、この仕事だと思うんですよ、これ自身は。ただこの、じゃあその外交防衛について沖縄県としては何もものを言うべきじゃないかと言われると、それは全く逆だと言うんですか。これはなぜならこの沖縄に、ある自衛隊もそうですが、それから米軍の防衛システムというか軍事システムというのは、日本の防衛システムの中でかなり大きな部分を占めていると思うんです。これが現に沖縄にあるわけでしょう。当然これに関わるですね、その政策と縮小するのか大きくするのか、どう変化させるのかという点についてですよ、沖縄県知事も意見を言って沖縄の理解を反映させるというのは当然のことだと思っています。ですからそういう意味でこれは例えば防衛国防問題というのは国の戦艦、ここどこに戦艦と書いてあるか見知られているので、何でもこれはおそらく設置法には書いてないでしょ。ですからそういうことで例えば地方自治体の長は意見を言ってはいけないみたいなことがあると、それは全くの間違いだという当然言うべきです。さらに自分の県の中にあることですが、地域住民に直接その、生命で危険な生活の影響あるものを我々行政の責任者としてもの言わんというのがおかしいです。当然言うべき。ただし具体的な施設のこの中身をですが、どうするこのスペックになるこういうエンジニアリングのことを我々がどうこうするという以前に、そもそも防衛省なり当時の防衛施設省という長というのは分かりたいんですが、こういうところのまさしく仕事だという意味で私は申し上げたと思うんですけどね、個別具体的なものはない、そういう意味です。あの時間、この人に進みます。はい、どうもありがとうございました。